なんか面白い橋だね。この橋には曰くがある。もともとレニードの港はこの入り江にあったんだ。水深は十分すぎるほどあるんだが、見ての通りの狭さだからな。大型船はよほどの技術がなければ接岸できず、主に小型船の風待ち港だった。バンエルティア号は？もちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせてこの橋を架け、沖の島に大型船用の外港を作ったんだ。そうか、だから港と村が離れてるんだね。ちなみに資材の調達や架橋には密かに俺たちも手を貸した。やっぱり自慢話じゃない。それで村は豊かになったの？いや、外交ができた直後に清涼が船の航海を規制し始めたせいでな。自由な航海ができればレニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが、うまくいかないね。もっともそんな状況でも俺たちはボラードを利用して自在に出入りしているがな。三度は突っ込まないわよ。